2月5日月曜日の東京株式市場、午前の取引が終了しました。日経平均は先週金曜日に続いて続伸となりました。終わり値は前日比200円19銭高い3万6358円21銭と日経平均電引けとなっています。トピックスも 19.36 ポイント値上がりしています。 2559.04、先週金曜日のニューヨーク市場が高かったことを受けまして、また為替がやや円安方向での動きとなっていることもありまして、朝方からしっかりとした買い物が入って始まりました。高値は一時3万6452円までありましたが、その後伸び悩む形で、上下200円程度の往来という形で電引けを迎えています。プライム市場全体で見ますと、値上がり銘柄が1142、 69% の銘柄がプラスとなっています。規模別の指数で見ますと、大型、中型、小型揃ってプラスとなりました。また全場でのプライム市場の売買代金は2兆6361億円、かなりの高水準なエネルギーになっています。週明け、月曜日の売買代金としてはかなり盛り上がっているということが言えるかと思います。ただ全体としては伸びに悩み気味、日経平均の動きからしてもそうですが、全体として上値をなかなか取り切れずにいるという、そんな状況も見て取れます。グローベックスでの米株指数先物取引が今の時間帯ですとマイナス水準での推移となっていること、またアジアのマーケット、中国を中心にかなり弱い動きとなっていることも上値追いをためらわせる、そんなような要因となっているようです。個別銘柄で見ますと、決算発表を手がかりにして売る銘柄、売られる銘柄、買われる銘柄、かなり明暗が分かれるような状況となっています。買われた銘柄の中では、先週金曜日の引き跡にですね、増額修正、通期見通しの増額修正、そして期末配当金の増配、そして自社株買いという、まあ、いわゆる3点セットの発表を行いました三越伊勢丹が株価急伸してまして、年初来高値更新の動きとなっていたほか、百貨店株が揃って堅調な動きとなりました。まあ、インバウンドもありまして、消費が堅調という、そんな背景を映した人気と言っていいかと思われます。それから、ハイテク系の銘柄、ニューヨーク市場でもナスダックが強い動きとなったんですが、ハイテク系の銘柄、特に半導体関連は高安まちまちの動きとなっています。中で決算発表後順調に高値を追っていましたスクリーンホールディングスが本日は580円 3.6% 安の 15,345円と4日ぶりで反落となったほか、ディスコ、東京エレクトロン、アドバンテスといった半導体製造装置の中核銘柄は揃ってマイナスとなっています。その一方でレーザーテックが強い動きとなるなど、プラスマイナス明暗分かれる形となりました。一方でアメリカでの利下げがやや遠のいたとの見方から、10年債の金利が上昇という動きを背景にして、三菱 UFJ が株価上値追いに転じて直近での高値もみ合いを払ってきた動きとなったほか、三井住友を含めて銀行株が強い動きとなっていました。以上、アローズスタジオから2月5日全場の概況をお伝えいたしました。